生活の育成ゲームへようこそ。ついに我が家にドラム式洗濯機がやってきました。この動画ではシャープの ESX11A を2ヶ月使って思った神機能3つと残念だった点2つについて話していきます。ESX11A は2022年に発売されたシャープの最上位ドラム式洗濯機で、洗濯容量は 11kg、乾燥容量は 6kg となっています。マイクロ高圧洗浄とプラズマクラスターで強力に汚れを洗浄し、ヒートポンプとサポートヒーターを組み合わせたハイブリッド乾燥ネクストで衣類へのダメージと消費電力を抑えるというのが売りの機種です。という説明は家電アドバイザーの方々が他の動画で散々解説していると思うので、この動画では実際の家事を通して本当に助かっている機能3つと残念な点2つに的を絞ってご紹介していきます。神機能1つ目は乾燥フィルターの自動掃除機能です。普通ドラム式洗濯機や乾燥機というのは使うたびにフィルターに溜まったゴミを取り除かなければいけなくて、これがまためんどくさいんですよね。特に独立型の乾燥機だと結構高い位置に設置したりするので、毎回奥まで手を伸ばしてティッシュでホコリを回収してみたいなことになるので、結構身体的にきつかったです。この機種はフィルターを自動で掃除してゴミを1箇所にまとめておいてくれるので、たまにホコリを回収してやれば OK です。実際使ってみている感じだと10日に1回くらい回収すれば大丈夫なので、それだけでも楽ですし、しかも掃除のタイミングはスマホの方に通知が来るので、自分でそろそろかなとか考える必要がありません。ヒートポンプ式でフィルターの自動掃除機能がついているのは現状シャープだけだと思うので、この機能のためだけにシャープを選ぶ価値はあるなと思いました。神機能1つ目は乾燥フィルターの自動掃除機能でした。神機能2つ目は洗剤の自動投入機能です。こういう詰め替え用のでかい洗剤を買ってきてタンクに入れておけば、洗剤と柔軟剤の投入を自動でやってくれるという機能です。言わずと知れた時短機能ですが、最近は縦型洗濯機にも搭載されていますし、逆に定価10万円台のドラム式洗濯機だとついていなかったりするみたいですね。これを使うまでは別に毎回入れるのなんて大した手間じゃないやんと思っていたのですが、実際使ってみるとマジで便利すぎて感動しました。よく考えてみると、今までは詰め替え用の洗剤を買ってきてわざわざ容器に詰め替えて、そして洗濯をするときにまた測ってってやってて、一体何をやってるんだっていう感じですよね。で、洗剤の容器って微妙に洗剤が垂れちゃったりしてベタベタするじゃないですか。それが手について毎回洗ってみたいなことがあったので、それも時間を取るので、で今は洗濯物をぶち込んでスタートボタンを押したらもう放置でいいですから、めちゃめちゃ楽になりました。今回紹介するいろんな機能の中でもこれだけは外せないと思います。洗濯機の買い替えを検討している人は必ず自動投入機能のついた機種を買ってください。神機能2つ目は洗剤の自動投入機能でした。神機能3つ目は通知機能です。今言った2つの機能をさらに使いやすくしてくれるのが通知機能です。洗濯機をインターネットに接続しておくと、ココロホームというアプリが洗濯や乾燥の終了時、そして洗剤が少なくなってきた時や乾燥フィルターにゴミが溜まった時に逐一スマホに通知を送ってくれます。 1LDK 以上の家に住んでいる人ならわかると思うのですが、終了時の音なんてはっきり言って全く聞こえないじゃないですか。それで洗濯物を干し忘れて臭くしてしまったり、乾燥機から取り忘れてしわくちゃになっていたりしたのですが、それがなくなりました。また洗剤の自動投入機能や乾燥フィルターの自動掃除機能はもちろん便利は便利なのですが、そろそろお手入れしなきゃいけないかなとか考えるのってめんどくさくて、ふと忘れたりするといきなり家事が立ち行かなくなったりするので、それを教えてくれるのも助かっています。 IoT 機能って目新しさを重視して、なんかよくわかんない機能が売り文句に使われていたりするのですが、どちらかというとこういう地味な機能をちゃんと使いこなしてやれば、それだけで日々の家事というのは格段に楽になるなと思いました。ここからは残念だったポイントを2つ紹介します。残念な点1つ目は脱水時の騒音についてです。前提としてこの機種は静かであることが売りとされています。特に脱水時の騒音レベルが 30dB 台で記載されていて、これは他のメーカーよりも性能が高いということになるのですが、そんなことは全然なかったです。動作音を収録してみたのでご覧ください。先に洗いと乾燥の音を流します。こっちはとても静かです。洗いの音は騒音レベル 40dB から 50dB くらいの間で、カタログスペックよりは少し大きめに出ていますが、隣の部屋に行くとほぼ音が聞こえないので、かなり静かと言える水準だと思います。同様に乾燥もとても静かです。騒音レベルは 50dB くらいに上がりますが、これも隣の部屋で全く聞こえないので、実用上全く問題ないと思います。一方で脱水時の音は問題があって、こっちはかなりうるさいです。
低音と振動がすごくて、騒音レベルは70デシベルに達することもありました。時間にすると10分ほどのことなので、一瞬といえば一瞬なのですが、隣の部屋にいてもかなり大きく聞こえるし、鉄筋コンクリートの躯体に響いてマンションの他の住居にも多分聞こえているので、夜に回すのは無理ですね。一軒家だとしても寝室の近くでこれを使うのは難しいと思います。予約機能を駆使してうまいこと昼間に回しましょう。残念な点一つ目は脱水時の騒音についてでした。残念な点2つ目は温水洗浄機能についてです。洗濯機の中には洗浄力を上げるために内部で水を温めて洗う機種もあって、例えばパナソニックの機種であれば段階的に60度まで上げることができるのですが、この機種は温水極め洗い機能を使っても35度までしか上がらなくて、しかもこのモードは自動的に洗いの回数が増えてしまうというちょっと小回りの効かない仕様になっています。夏場なら別に常温でも問題ないのですが、やっぱり冬場のいてつく冷水で洗濯するのは汚れ落ち的にどうなんだろうという不安もあるので、ここはしっかり調べておけばよかったなと思いました。これを解決するには温度調整機能付きの水洗を使うのが一番なのですが、我が家にはその設備がないので、風呂の残り湯をうまく使うなどして対策しようと思います。残念な点2つ目は温水洗浄機能についてでした。今回の動画は以上となります。この動画が役に立ったらチャンネル登録と高評価ボタンをポチッとお願いします。次は仕事道具の話で、とあるおしゃれなキーボードについてレビュー動画をお届けします。お楽しみに。それでは次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。